はい皆さんおやっとさあです。おやっとさあというのはですね、鹿児島弁でお疲れ様ですっていう意味です。えじゃあ今日も鹿児島弁バリバリでやっていきたいと思います。え中卒の僕でもできたお金の増やし方っていうところで、え今この節約ってところに来ててえ毎月の固定費っていうところを今日はやっていきたいと思います。よろしくお願いします。あはめにです。えー、っとですねご意見いただきました。ちょっと動画の再生のスピードが早いっていう風に。 聞きづらいっていう風にいただいたのでこの動画のですね再生速度って選べますスマホの方っていうのは画面の右上のこの丸っぽいのが3つのところから再生速度で聞きやすい速度を選んでくださいパソコンの方っていうのは右下画面右下の歯車からですねで選んで見てみてくださいはい、えー。じゃあこの節約のそもそもの話ですこの動画のチャンネルを見て A 投資を始めたい 思ってくれた人も中には少しだけでもいいると思います <laughs> でも投資っていうのはこのもともとのお金っていうのが必要ですよね今はこのなかなかねこの投資に回してるお金なんてないよっていう人も多いと思いますそもそもお金を手元に残すっていうのはこの稼ぎを増やすか減らすこの2択だけですよねで増やすっていうのはなかなか実現するのはすぐには難しいで減らすっていうのはやろうと思えばすぐにできる っていうところで、だからまあこの節約っていうところをやっていきましょう。っていう流れです。えー、大きく毎月出ていく固定費から見直していきましょう。っていうことです、えー、不思議な感覚なんですけど、えー、6万円の買い物っていうのはすごく高いって思いますよね。思いますでえ、前、それが年間の6万円で毎月5000円の分割みたいな感じになると、なんかまあそんなもんかってこう思ってしまういます。 かそういういいに思いがちですよね1年間で見るとそのお金ってどっちも一緒なのになぜかこう分割になるとですねこう高いっていう意識が薄らぐというかそういうふうな感覚ってあると思います。 これはですね固定費になって金額が小さくなるとなんだかこうね小さく少なくその金額を感じてしまうっていうのがいつの間にか固定費に慣れていくっていうことになると思いますこれはねやっぱりこの「やむちゃさんですね」「や出たやむちゃんまた死んだよ」みたいな「また出てきてちょっとしか経ってないのにもう死んだよ」みたいなね確かにねやむちゃさん死にすぎね感が半端ないけどねこれはまあ慣れたら駄目ですよっていうことですね うん、慣れたらダメよっていうことです、まあ、このね固定費の積み重ねっていうのがやっぱりこうお金に余裕がない状態っていうのを生み,生み出しやすいんですっていうところですねえじゃあこの携帯っていうところをやっていきますねえ三大キャリアソフトバンク a u ドコモと格安 SIM っていうところですねえ今回の動画で伝えたいことですえ毎月5000円よく三大キャリアから格安 SIM っていうところでやっていきます 誰でも1人1台持ってますよねもう今の時代携帯っていうのは。で人によっても違うと思うんですけど大体毎月この三大キャリアの場合7,000円から1万2,000円ぐらいだと思うんですけどどうですか皆さんは月々どれぐらいですかね一回チェックしてほしいんですけれどもね、まあ、このそもそも3大キャリアっていうのがこのね主要の3つですね。 この3つの大きなところです、えー、携帯を持たない派の人だったりとかもうすでに格安 SIM の人っていうのは今回の動画っていうのはまあ聞こえないふりをお願いしますと <laughs> 懐かしいですねちょっとだけねはい。N 議員今何してるんですかね本当にまあ大して気にならないからいいですけどねもう本当に、えー、格安 SIM ってそもそもっていうところですね安いっていうのは皆さん聞,き聞くと思います安いっていうの聞く、まあ このワードって少し気になるんだけど別に今の携帯で困ってないしなんかちゃんと調べようとまで思わないのかなみたいなここら辺で止まってる人って多くないですかひょっとして。多いんじゃないですかだからちょっと面倒くさいみたいな調べるの面倒くさいってね。わかりますわかります。だからそこちょっと今日触れていきますね。えー、書くの格安くやが料金が安いのは何でってところからですね。 こ,れえー、このネットの教科書ってところからなんですけれども、えー、大手キャリアっていうのから回線っていうのを、えー、借りてますこれを安くでレンタルで借りてるっていうところですねつまり格安 SIM っていうのの回線っていうのは大手キャリアと一緒ってことですさらに、あのー、店舗を持たないで、えー、店舗の家賃とかね人件費などを削減してますだからその分格安で、えー、提供できるっていうのが格安 SIM が安くなる理由ですね この格安 SIM の2メリットやっぱりここですね一番は料金が安いっていうところですだいたいこれぐらいの金額になるってことですね1ヶ月まあ差額が3,000円から5,000円1人につきになるのかなで家族だとやっぱりこの何倍の効果にもなるっていうことですよねこれ実際に僕の場合なんですけれど au の時が月々これぐらいでした金額がでえ回線を有給に有給モバイルに変えてそしたらこれぐらいで済みました 1>, で1ヶ月で5000円ぐらい安くなったってことですよね。この5000円って結構おっきくないですか ?1 ヶ月で5000円って。やっぱこのね、幻のシャリを、ね、なんだこれ、幻のシャリを、出た幻のシャリを、<laughs> 幻のシャリ玉発刊ですね、これ、寿司のシャリのみですよ。ネタが載ってないシャリ発刊しかもこれ、ね、広告の品って、なかなかポテンシャルの高いスーパーですよね、これ。 これが50個買えるってことですからね5,000円ってねすご相当な金額ですよだって白飯しばらく困りませんよ本当にな、虫もしもこの毎月5,000円っていうのを給料とかで増やそうと思ったらっていう風のを想像してほしいんですね例えば時給で言うと、まあ、5, 円とかね だけど基本給とかだと難しくないですか残業とかになるのかな残業とかになるのかなというかこれにプラス、えー、通勤時間だったり税金だったりねそういった拘束時間とかもありますよねだから増やすことっていうよりかもこの支出を抑える方っていうのがすぐにできるっていうところですよねだからこっちをやっていきましょうっていうことです、えー、そして、えー、契約後も2年縛りがないこれすごくありがたいですよね 一部のプランっていうのには最低利用の期間っていうのがあるんですけれども、まあ、数ヶ月から長くても1年だけの縛りっていうことですねそれ以降はいつ解約しても違約金などは発生しませんっていうことですもう、まあ、大体ほとんど格安 SIM の場合ないんじゃないですかね今はね格安 SIM の逆にデメリットですねここもしっかり見おかないといけないですよね大体これぐらいですかね まあもっと詳しい人はもっとあると思うんですけれども人混みで通信速度が遅くなるときがありますこれまあ通常仕様で僕の場合はほとんど困らないですで w i f i とかがあるならなおさらですよねで通信が早いってすごく言われる格安もまあありますっていうことです解決策ですねえ携帯メールが使えないこのアットマークとかですねここら辺が使えないで解決策はまあやっぱり G メールを使えばすぐに解決しますっていうことですね での id 検索が使えないこれ解決策ですね。電話番号検索とか、も QR とか、そういったので、えー、友達追加ができないってことじゃないので、そういったので解決してもらえればと思います。あと、支払い方法が限定される。まあ、クレディットカー,カード会社のみの支払いっていうのが多いですね。だけども、今結構、他の支払いの方法も可能になってきてるんで、今後もどん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 可能になっていくと思います。あん 完全かけ放題っていうのがほ,ほとんどないっていうことですね10分以内のかける放題っていうのならあるんですよ1回がでこの10分を超えると料金が発生する場合っていうのが多いんですでこれを解決させるっていうのはもう無料通話を使うってことですね LINE とかのあとはもかけ放題があるっていうのの SIM もあるんでそっち側にするとかですね えこれショップが少ないですね端末購入だったりサポートっていうのはネットで全てする感じです初期設定を自分で行う必要があるまあ思ったよりも難しそうって思うかもしれないですけど思ったよりも簡単ですねもうすぐネットで調べてくださいっていうことですねよく聞く疑問ですねこの乗り換えるのに電波悪いんじゃないのっていうこれめっちゃ言われますよね基本三大キャリアの電波ですってことですね これ言うと大体こんな顔されるんんんですよ大体 <laughs> だたいだたいいたたここななね顔になるよねみんなねそれ本当かみたいな感じでそれにしても「もう少年今いくつだ一体もうその年から人を疑うことばっかしてたらダメやぞ本当に」ですねあ僕はちなみに1年以上使ってるんですけど、まあ、全然その天ぷ悪いって感じたことないですねあんまりまあ鹿児島ですけどね うん、都会はどうか分かりませんよっていうことです、えー、乗り換えるのに費用がかかるってことですね、えー、短期薬金、解薬金これですね出た2年縛りこれ結構罠ですよね本当に24ヶ月以内に解薬したら薬金がかかりますっていうことですよねまあいろんなものをサービスしてるのに短期間で解薬されたら携帯会社も困るぞっていうことです、まあ、だ,だ,からだけどなぜか2年以降も この解約チャンスっていうのがちょっとしかないんですよね。これが不思議。んってなりませんか。これ実際、えー、僕の場合だったんですけど、僕、英雄を15年使ってたんですよ。15年ってすごくないです。いわば超常連さんですよね、私。で、他のキャリアももちろんね、移ることもなく、すごい一途な常連さんですよね。<laughs> 一途な常連。15年使ってきたキャリアを解約するね、って言った時にね、 もう俺超勝手なイメージ、まあ、こんなねお客様大感謝祭今までありがとうみたいなねイメージね勝手に想像してたんですよね僕解約するってなった時にねこんなんねまた来てねーってまた機会があったね来てねーって <laughs> そういう感じだったんですけどまあ 実際は、まあ、2か月の期間じゃなくて、まあ、説明されて、まあ、解約金っていうのを支払っただけですね。でもうもうクーンって感じですよ。ナッパのクーンみたいなね。解約の理由はうんあそうなのクーンみたいなあ。サインしてくださいクーンみたいな。解約金払ってみたいなクーン分かってる。 分かってますよちゃんと分かってます僕が求めすぎてるっていうのも分かってますでも文句じゃないですよ文句じゃないただね少しねちょっとだけ気持ちを理解してほしかったっていうだけですね <laughs> 文句じゃないですからね <laughs> えっと、はい、最初の2年で縛っていつでも解約できるんだったらまだ分かるんですけどねそっから先もなぜか解約金がかかるんですよね要は長期利用者でもお金を一切払わず解約できる期間っていうのがたった2ヶ月しかないと。 2年間でこれちょっとおかしいでですよね、うん、でも、まあ、ごく最近ではさすがにちょっとずつ見直されて変更になってきてるっていうのも聞きますねそういう感じですで大手キャリアに支払う費用っていうのが解約金1万円ほどと事務手数料3000円ほどですね各支部に払う資料3000円ほど。 だからまあ合計で大体変更乗り換えるときには1万6千円ぐらいかかるってことです。この1万6 0 0円ってもう安かしに安くなった分っていうんですぐ取り戻せると思います。ただまあこんな人もいますよね。端末の代金が残ってる。これね解約した場合って端末代金の残ってる金額を全部一括で払ってくださいっていう言われる場合っていうのもあるみたいですね。 これまあ解約してほしくないからっていうのも分かると思うんですけどねでもまあ支払ってでもやっぱり変えた方っていうのがお得だと思います毎月のやっぱり支払った分でやっぱり取り戻せるんでですねこれから先、あとどれぐらい携帯でもあと何年使うかっていうことですよね10年たとえ使ったとしても月々もし5,000円浮くんだとしたら相当な金額になる。 早く変えた方がいいってことですよね目先だけじゃなくてこれは大きな視点で考えましょうっていうことですね。じゃあ格安シムのまとめに入りたいと思います。えー、格安シムもどんどん新しくなって割安なものとかも出てきてます。で今使ってる三大ギキャリアっていうのも別に困ってない、まあ、そういう方も多いと思います。まあ もちろんですね、えー、選択肢のだから一つっていうので、まあ、検討してみたりとか、調べてみるっていうのもすごく手だと思います、えー。毎月の固定費の削減っていうのはね、やっぱりすごく重要なので、えー、格安シムに変えて、毎月浮いたお金でですね、こね幻のシャリ玉、顔 <laughs> を刈ってみようっていうことですね。うん、うん、いや、嘘ですよ。はい。 じゃなくて自分のためになることにお金を回しましょうということです。今回の動画はここまでになります。少しでもためになったという方、チャンネル登録だったり、高評価だったり、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。